かつての前並駅跡。写真の中央にコンクリートが確認できる前並駅は、かつて岐阜県蟹群伏見村上恵み戸にあった名古屋鉄道東尾線の駅。現在のドンキホーテ2以下2点付近、踏切の横に存在した。東見鉄道の前身である東濃鉄道時代より用地買収の見返りとして、駅設置が要望されており、同社が 東美鉄道へ譲渡され路線の移設、改めき、電化工事が行われた1928年10月1日に同時に新設された。岐阜県統計所によると、年間乗車人員、放車人員は以下の通りである。所属路線、隣の駅は営業時代のもの。AB、岐阜県統計所、岐阜県統計所、第45回第1巻鉄道停車場一覧。 昭和12年10月1日現在、国立国会図書館デジタルコレクション2020年4月26日、閲覧、カニシ、カニシ第三巻通社編近現代カニ2010年310から311ページ、岐阜県統計書、第40回第1巻、岐阜県統計書、第44回、ありがとうございます。